はい、ニジです。始めます。なんでこんな作業固めてんの。なんか忙しそうだね、みんな。押したりだけ固くなに水を汲みに行かされる流れ。あれ、最終2つ。おお、なんかコードポイント2つ持ってかれる。これ今回は全員で食料調達を行おうと思う。なるほど、了解した。了解しました。うん、いい判断だ。かどうかは知らないですけど。はい、山菜図鑑とキノコ図鑑は彼女に持ってもらう。ああ、僕ですか、もしかして。わからないことがあったら彼女に聞くように。お任せ。わかってるって。では調達を始めよう。手塚くんはその髪型をどうやってサバイバル生活でキープしてんの。明らかにスプレーを使っていいんだけど。このキノコ大丈夫なのかな。あ、大丈夫大丈夫。どれ、うん、初めて見るな。おい、これ食えるのか。毒かどうかもわからへんけれども大丈夫。栗茸みたいですけど、栗茸はこの時期生えないから毒のある苦栗茸だと思います。だから食べられますよ、イブさん。げ、毒キノコかよ。わからないな、取らない方がいいですよ。こっちも頼む。はい、行きます、すぐ行きます。サナさん無理しないでくださいね。どれですか。これだ。見たところ真っ赤でかなり毒々しいが、一応確認したい。なめこちゃう。あ、これ卵竹ですよ、食べられます。お、毒キノコではないのか。うわ、分かれん。はい、毒キノコのベニテングタケに少し似ていますけど、白いつぶつぶがないですから間違いないです。そうなんや。そうか、こんな色でも食べられるキノコなんだな。なんかそんな無理して食わんでもって思うけど、どっちかっていうと毒キノコは白いのが多いみたいですよ。あ、そうなんや。なんか毒のある生き物とかって結構見た目でアピールしてたりするけど。白いキノコがか。キノコはそうでもないってこと。ここに書いてある毒ツルタケなんて猛毒。あ、毒ツルタケはでもそうやね、確かに。なるほど、白卵テングタケというのも真っ白だが猛毒だと書いてあるな。なんでこのゲームこんな毒キノコ知識をプレイヤーに植え付けてくんの。わかった、気をつけよう。はい、気をつけます。みんなちょっと来てくれ。何ですか。ん、どうした手塚。サラダが目線で手塚を追ってんの、ちょっと好き。珍しいものを見つけた、確認してほしい。何、タカさん。うん、行ってみるか。はい、これなんだが、うん、もしかすると松茸ではないか。びっくりした、今一瞬めちゃめちゃ下ネタ画像映ったんかと思った。焦った、手塚ってなった。あ、そうです、それ松茸ですよ。松茸は別に図鑑と照らし合わせる必要なくない。松茸？すげえ。向かいが向かいのリアクションが普通。普通に驚いている。確かに珍しいな。そんな松茸って自然に生えるようなもんなんかな。時期的にはかなり早いか。この香りは間違いなく松茸だ。あ、でも香りで判断は確かにいいかもしれん。他にはないんですか。香り、松茸、味、しめじ。松茸は輪を作って生えてるらしいですから、近くの地面を探せば。お、ありますよ。ほら、地面が少し盛り上がっている。下に少し小さいのが。本当だ、もっと探そうぜ。松茸いいな。君はなかなかいい観察力を持っているようだね。そうでしょう、そうなんですよ。うん、こんなところで松茸に出会えるとはありがたい。その言い回しどうなん。こっちにもまだあった。これはなかなか大量だな。おお、やった。なんだかすごい贅沢してる気分だ。これお金に換えたらいくらになるんだろう。まっすぐこっちを見据えながら言うのやめてもらっていいかな。これだけあったら今晩は松茸ご飯で決まりですね。ああ、みんなも喜ぶだろう。やった、晩ご飯が楽しみですわ。こうやってなんか各学校のキャラクターが揃ったら改めてはっきりと思うけれども、声楽の人ら熱くないんかな。ジャージの下にシャツ着てるな。つり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 。
あ、でもこのメンバー面白そうやな。タカさん、桃白、カイドウ、立花さん、日吉。日吉のなんで俺ここにいるんやろう感すごいな。あ、おらへん。どうしようかな。イブ、そういえば不動峰の人とあんまり喋ってない。アキラおったらアキラのとこ行こうと思ったけど、アキラもいないっぽいから。練習付き合ってほしいんだけどでも嫌なら別に、後で文句言われるの嫌だから。テニスの王子様っていう作品をよく知らん人にイブってどういうキャラって説明するには、この一枚絵見せるだけでええな。すごいな、イブシンジを全て表しているな、この産業。ありがとう。おい、ええぞ。今日も、あれ、何これ、ラケットでボールを弾ませ落とさないようにボールを右端のバッ、え、なんかミニゲーム始まった。ラケットの左右移動は方向キーの、うん、あ、なるほど。ボール以外のものも出てきますので注意が必要ですよ。どういうこと。まあ、絵はようわからんからやってみよう。実際やんのが一番早いの。じゃあ始めるよ。はい。おまあまあだね。すいません。ひょっとして俺の教え方がダメだと思ってない？うん。体調悪いのか？ええちょっと待って。ちょっと待って。あんた向いてないからやめておいた方がいい。首絞めるぞお前。開始。じゃあ、できるまでやるから。始めるよ。はい、はあ、はん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 。時間かけすぎ。はん、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 時間かけすぎ。時間かけすぎってことはつまり、ああ、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。時間かけすぎってことはつまり、限界まで思ってたよりやるんだ。左で打ってサクサク進めろってこと。メダルをなんでお前がカイドウのメダルくれんねん。ミニゲームをすることで景品のメダルを入手できます。あ、なんかボーナスアイテム。ボーナスアイテムって何？一撃で好きになる惚れ薬ってことかな。あー、もう一回やりたかった。イブが納得するまで続けたかった。練習付き合ってくれてありがとう。一体全体何の練習やねん今の。3時半、好感度上がれへんかったな。おお、真田いるやん。こんだけしかないと思ったのに。やったー、松茸ご飯作ろうぜ。真田の松茸で。真田のなんか別にそんなつもりなかったんけど、ものすごい下ネタ言ったみたいになった。違うねん、真田と一緒に取った松茸でっていう、それ純粋な気持ちで言ったから。ああ、ちょうどいいところに来たな。練習に付き合ってくれ。今の歪んだ見方する人は心汚れてるから。あ、ちょっと待って。松茸作るんじゃないの？いや、もちろん付き合うねんけど。ありがとう。これ好感度上がれへんもん。何？ラケット？お、違う、切り株倒し。パワーとコントロールを調整して切り株を倒すゲームです。まず目標にする切り株を選択します。選択したターゲットによって左足のゲージの状態が変化します。ゲージにはパワーコントロールがあります。丸ボタンを押すとゲージの中にある赤いラインが上下に移動。そのラインとパワーとコントロール、え、おうパワーとコントロールの中に、あー、なるほど。まあ、いっぺんやってみようか。切り株倒してと思ったけど、これは普通に原作中でもやってるからな。いざ参る。こいつやる気や。やっぱ真ん中のやつが一番厳しいねんな。でも真ん中のやつにする。うん、やった。ハルンドル。はい、すいません、頑張ります。選んだらすぐ上がれ。自分プチミスった。ちゃうね、ハルンドル。ちゃうね、ごめん、今のちゃうね。思わず2回押してもうて。はい、何をやっている。なんで入ったん。入ったやん。ダメだ、話にならんな。へえー、っていうかお前何やらしてんねん女の子に。ちょっと待って、なあ納得いかんねんけど。では
始めよう。女の子にこれやらしてできへんかったからってディスってくるテニス部員どうかと思いますけど。ぬるいわ。ええー。いや、いいでしょこれ。これいいでしょ。タルトル。あかん。ぬるいわ。これあり。くっ、カットロール。何をやっている。今ので？ここかな。ハルンドル。え、ここであかんの？これ厳しくない？結構滑んねんけど、ボタン押してから。しまった、パワー。乾きが。ちょっと待って、これって今思ったけど、待っている限り、ごめん今気づいた、5回ぐらいやり直して今気づいてんけど、これもしかしてパワーとコントロールの順番ある？これ先にパワーで次コントロールやったりする？適当に止めればいいわけじゃなくて、そういうことやったりする？こういうこと？シャオラボケ。見事なものだ。ほら、その真実を知ってしまった、その真実を知ってしまったあたいにはもう止めるものはないわよ。もうあたいは誰も止められないわ。おう、よくやったな。ほら、道理だ。どう、どうさなだ。やるな。ドゥさなだ。そのドゥやった、私の赤矢のメダルくれた。これをやろうって言いながら、真田が後ろポケットから取り出した赤矢のメダル、ありがとう。付き合ってくれて礼を言う。また何かあったら頼む。好感流れへんねんな。じゃあ何やってん今のミニゲーム。真田、真田、あーいてへん。あれ、なんか人少ないな、さっきから。また暇になってしまった、どうしよう。野牛に噂がつかなくなってしまった。カイドのとこ行こう。お、少し話したいんだが構わないだろうか。うん、まあいいや、いいよ。じゃあ行ったろ。たまには受けてみよう。お前はなかなか頑張っている。だが少し無理をする傾向があるようだ。わざわざそんなこと言いに来てくれたんですか。分かってます。今この動画見てるカイドウファンの皆さんのヘイトはあなたに向かってますからね。ああ、だから苦しいと思ったらすぐにそれを言ってくれ。いいな。ああ、なるほど。頑張るのはいいが、それによってお前が倒れてしまっては大変だからな。もうめちゃめちゃ気持ちは嬉しくてありがたいなって思うんですけど、それ3日前ぐらいからずっと真田さんに言われ続けてるので、今更感がちょっと、ほら、クワンゲもちょっと立会の人ってこんなんばっかりなんかな、体調管理ガチなんかなって思ってるもん。真田オール、真田おるけど、ちょ、後でカイドウおったらカイドウのとこ一回行こう。かわいそう。ちょっとかわいそうになってきた。レンジ普通の忠告やったし。あ、真田さん。ああ、お前か。なんだ。カイドウさん知りませんか。立会の人たちって、ああ、いい質問。それはいい質問やね。そんなことはない。適度な息抜きも必要だからな。最近はどこかに遊びに行きました？そうだな、レギュラーメンバーでボーリングに行った。お前らボーリングすっげーな。俺はあまり楽しくなかったな。あ、真田うまくないんや。ボーリング苦手だったとか？そんなことはない。すごっ。スコアは200を超えた。え、バケモンやないか。そんなにうまいのに楽しくなかったって。料金を払うときに俺だけ大人料金を請求された。引率の先生だと思われたらしい。君といい、手塚といい。それはいつものこととはいえ、毎度学生証を提示しなければならんのはいい加減職証している。もうこの瞬間にグワンゲにおじさん趣味っていう属性がついてしまったわけですけども、
公式やねんな、おっさんに見えるっていうのが。手塚もそうやけど。あ、コードポイントなくなった。ご飯。では今日の探索結果の報告を始めてもらおう。松茸です。裏山を調べてみたけど何も収穫はなかったよ。なるほど。俺も小川の上流を調べてみたんだけどね。ゴールデンペア無能説。俺も収穫なしっすね。あれ今日何もない日。そうか。他には。滝の裏に洞窟があったぜ。お、面白そう。みんなで行こうぜ。今から。洞窟。ああ、さすがに奥まで調べちょる時間はなかったがの。お、あの滝の裏に洞窟があったのか。あの滝ですか。はいはいはい、あの滝ですね、例の。これは俺の勘だけどな、あの洞窟どうも怪しいと思っちゃう。ほう。怪しいといえば。はいはいはい、何でしょう。何かあったのか。立会の皆さん有能すぎませんか今回。ああ、廃村の近くを調べていたんだが誰かに見張られているように感じ。榊太郎では。へえ、柳、君もかい。お前もか、藤。お前ら目開けろや。うん、場所も近いよ。僕は廃村の中だけどね。うん、だがまだこの島では我々以外に人は確認されていない。気になるな、調べてみたいとこやな。なるほど。誰がいるんですかね、果たして。この島に人はいない。気のせいだろ。今手塚内心焦ってんねやろうな。やばいやばいやばいってなってんねやろうな。そうかな。ああ、こんな状況だから少し過敏になっているだけだ。気にするな。これ今手塚めっちゃクール装ってるけど、このミーティング終わった後アドベのとこに行ってやばいやばいアドベやばいやばいってなってんねやろうな。だったらいいんだけど。疲れているようだな、富士。無理をせずに休んでおけ。大丈夫だよ手塚。もう富士に影響されて手塚まで目閉じたやん。だったらいいが、無理はするな。では他に報告がなければ以上だ。解散。はあはあ、もう終わるなこれは、この感じ。さて